品川駅15番線ホームの乗車位置が変更されました。JR 東日本は、今日18日、品川駅15番線ホームの乗車位置を変更しました。品川駅15番線ホームは、横須賀線の久里浜方面、特急成田エクスプレスの大船、新宿方面が発着します。横須賀線は、E217 系と E235 系により運転されています。基本編成のみの11両編成での運転と、付属編成を増結した15両編成の運転が設定されています。品川駅では、これまで、11両編成、15両編成ともに、久里浜寄りに停車していました。今日18日からは、11両編成の停車位置が東京寄りに変更されます。また、特急成田エクスプレスは、6両編成の停車位置が東京寄りに変更されました。これで、3月18日の KAB ニュースを終わります。